夏香監督の解任と、石原ジェームの辞任が決まりました。まあ、経緯としては、今年 J1 昇格するために、トップ6という目標を掲げて、我々シーズンを進んでまいりましたが、この3分の1が終わって、自分たちが理想とする勝ち点というものを、取れず、こういった決断をしました。まあ、なかなか、難しい状況ではあったんですけども、確実にチームは、積み上げているものが、あると思います。残りの3分の2の、試合で、この残り50ポイント以上というのを取っていくための判断ですので、まあ、今後また選手たちが躍動する姿というものをお見せできるように、クラブとして、進んでまいりたいと思います。まず、決断したのは群馬戦ですね、の後に、判断をしました。はい。まあ、そこで、今までの経緯でいくと、まあ、14試合終わって、まあ、なかなかこう大敗してしまった場面もあったんですけど、まあ、ここ数試合、3引き分けというところで、まあ、どちらに転ぶかというところで、まあ、正直こう攻め合ってたところはあって、まあ、なかなか勝負の世界なので、そこはどっちかに転んでしまうんですけど、内容はすごく、ポジティブに積み上げてきたものはある中で、最後この群馬戦で勝ちきれなかったっていうところで、まあ、判断に至ったという感じです。まあ、これからいろんな方へ打診をしながら、今後新しい監督を決めていくという流れになると思います。数試合になるのか、この徳島戦になるのかっていうところで、まだ決定ではないですけど、まあ、間違いなく今週の徳島戦は、指揮を取っていただくことになると思いますので、はい、今そういった状況です。まあ、まずは、まあ、こういったクラブが大きく変化、するときというのはすごく気持ち、心境というところが揺れ動くと思うので、ただ今までこう積み上げてきたことっていうのは崩さずに、今までのスタイルというのも継続しながら、勝つ方法というものを考えていただき、そして選手をサポートして行きましょうという話はしました。はい、伝えました。昨年の、まあ、データでいくと、まあ、6位が、モンテディオだったんですけども、それで64の勝ち点でした。で、まあ、目指す上では65ポイントは目指さなければいけないと思っていて、まあ、その逆算をしていくと、まあ、残り3分の2で、28試合ですね。まあ、その中で、まあ、51ポイント、50ポイント以上を取っていく、いかなければいけないので、まあ、その中での今回の判断っていうこともあるので、まあ、そういった話は、選手たち、そしてスタッフにはしました。そうですね、まあ、夏香監督、そして石原 GM、2人とも、僕は移籍の時も、関わっていただきましたし、2年間指導していただきました。まあ、その中ですごく一緒にピッチにいる時間も長かったので、すごく辛い、決断でしたし、正直苦しかったです。はい。まあ、ただ先ほど伝えたように、このやっぱ自分たちが目指すところ、トップ6っていうところを目指した以上、そこの数字に近づくために、の今回の決断ではあるので、まあ夏香さん自身も自分の成績だったり、なんですか、この結果が伴わなければ博文が気を使う必要はないと、決断してくれという話は前々から話はあったので、まあ、そういったお互いのコミュニケーションだったり関係性の中で、まあ、悔しいですけど、まあ、こういった形に なったという感じですね。はい。はい。まあ、気持ち的にはすごく複雑ではあるんですけど、まあ、チームがよりポジティブに進んでいくようにこれからもサポートしていきたいと思います。まあ、J1 を目指す以上、J1 にふさわしいチームを目指しますなので、こういった大きな変化っていうものも受け入れながら前に進んでいかなければいけないですし、本当に
まあ、人間ってすごくネガティブな生き物だと思うので、マイナスに進んでいくのってすごく簡単なんですけど、ここでどうやって選手スタッフと一緒にもう一回上を見て戦っていこうぜと、一致団結できるかが本当に重要だと思うので、まあ、そういったところで、下を向かずに前だけを見てやっていきたいなと思っています。そうですね、まずは大前提としてはレノファが今まで積み上げてきたこと、そして在籍している選手の理解というものが一番大事だと考えています。でその中で、新しい監督の、色であったりこうやり方こだわるポイントというものはお互いにそのクラブとして、すり合わせながら進んでいくことが大事だと思うので、何て言うんですかね、監督、新しい監督が来たから、よろしくっていうような感じではなくて、今までの経緯だったりレノファのこの歴史というものを伝えながら一緒に積み上げていきたいなと思ってます。まずはショックだったっていうところはありますし、僕が去年の夏声かけてもらったのは夏さんですし、まあ、そういうところを含めてショックでしたし、まあ、それプラス自分たちの力のなさを痛感しました。まあ、まずスタッフ含めてのミーティングの後に選手だけで集まって、まあ、健介君が中心となって、まあ、この状況も決まったことで、引きずっても意味がないので、とりあえず前を向いて今できること、まあ、すぐはし試合はあるので、それに向けてポジティブに、前向きに今日の練習から取り組んでいくことっていうのは選手同士の再確認はしたので、本当に切り替えて、自分たちがやるべきことを、トレーニングからやって週末の試合で結果を出すっていうところだけだと思うので、それに向けて今日からやっていこうとはチーム全体で話しました。その監督とかその人事に対しては選手がどうこうできる問題ではないので、まあ、下された決断に対して、自分たちはまずはプレーをして、ピッチで自分たちのサッカーを表現するっていうところ、まだ暫定の監督で元気さんがやるので、まあ、どのような形フォーメーションを含めてどういう風になるか分かんないですけど、まずは本当にピッチで自分たちがプレーをして結果を出すことだけだと思うので、まずそれに対してしっかり取り組んでいきたいと思いますし、まあ、いろんな思いがある中での今回の決断だと思いますし、まあ、選手それぞれ思うところもたくさんあるので、まあ、悔しいし、選手としてもやっぱり力がなくこのような決断になってしまったので、まだまだ自分たちがやっぱり取り組んで、上を目指すためにしっかりとやっていかなきゃいけないかなというふうに思います。まあ、まあ、那須さんがいないところで、雰囲気はちょっと低い部分はありましたけど、まあ、そのミーティングでやっぱポジティブにやっていくしかないっていう話もあったので、まあ、練習に関してはポジティブに取り組んでいましたし、まあ、そんなに暗くなることなく今日の練習は終えれたかなと思いますし、まあ、まだ暫定監督で元気さんなので、今日最初からいたコーチであるので、まあ、そういうところでやりにくさもないですし、まあ、いい雰囲気ではできていると思うので、まあ、本当に週末徳島戦結果を出すために選手みんなは、しっかり取り組んでいたかなと思います。まあ、当たり前ですけど、まあ、解任された原因の一部でもありますからね、コーチとしてはやっぱりそこに責任を感じますし まあ、それはやっぱり聞いたときは驚きました。はい、もう決まったことですし、自分がこうやって、監督を引き受けた以上ね、やっぱ覚悟を持って、前に進んで、みんなで、やっていきたいと思ってます。そうですね、やっぱり応援してくださる方々たくさんいるんで、やっぱそういう方々に、勝利を、ね、届けれるようにシンプルに徳島戦に勝つための準備をね、もう今日からスタートしている、まあ、スタートさせようっていうふうに思ってます。まあ、具体的にどうしようっていうよりかはもう物事をまあシンプルに考えて進めていけたらなというふうに思ってます。選手たちにも同じようにやっぱり僕たちはピッチで応援してくださる皆さんにやっぱりサッカーでね、示す、やっぱサッカーで
やっぱり結果を出すっていうことをやっぱりまあやるしかないと思ってます。なのでやっぱそれをやるためにみんなでまた一段となってやりましょうっていう話をしました。そうですね、みんなやっぱり簡単なことではないと思います。ただやっぱりサッカー今日スタートさせて、やっぱサッカーしているとやっぱりみんなはどん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 サッカーにが好きなんだっていうのはやっぱり表現されてたと思うし、それをシンプルにやっぱり試合でもね、勝つためにプレーをする、表現するっていうことができればいいなというふうに思ってます。やっぱり設立の目的に夢感動元気を共有できるチームってあります。やっぱりゲームを見て、本当にサッカーを見て、そういうものを感じてもらえるようなね、アグレッシブなサッカーできればなというふうに思います。まあ、僕自身こうやって引き受けるっていうことは決めた自分が決めたことですし、まあ、自分が決めてさえすれば、決めちゃえばもう進むしかないので、もうそういうふうに自分の中では気持ちとして持ってます。なのでもう本当に徳島戦に向けて、絶対勝つんだという気持ちで、まあ前に進んでいくしかないと思ってます、はい、そうですね、暫定でもそうじゃなくても、やはり監督っていうポジションをね、やっぱり引き受けた以上ね、やっぱ責任持ってやる、まあ、その辺はあまり暫定だろうがどうだろうが関係なくて、やっぱりこの状況の中で、自分が指揮を取るたびにね、ライセンス等も言ってましたし、そうなった時にまあ、下されたことに対して自分はもう意思の問題であってやるって決めたらもうやる、まあ、それに向けて自分の決めたことに対して行動を取っていく、もうシンプルにこう自分の頭の中で気持ちと合わせて考えて、まあ、やっていこうかなっていうふうに思ってますし、まあ、選手たちも実際に、まあ、今日ピッチみんな見てもらったと思うんですけど、やっぱり選手たちからもそういうプレーが出てたんじゃないかなというふうに思います。そうですね、まあ明るい話ではないので、やっぱりプロである以上こういうことは起こるし、まあ、選手たちもそれは理解していると思うし、まあ、我々スタッフも当然そういう世界にいるのでそういうことは理解してますし、雰囲気としてはまあ明るくはないと思います。ただやっぱりみんなはまあどういう皆さんもそうでしょうけど、まあ、苦しい時に下向いても何も起こらないし、後ろを振り返っても何も返ってこないし、やっぱり前向くしかないと思うので、しっかり前向いて進む、まあそれは試合もあります、やっぱそこに向けてやっぱり今のはみんなでそういうこうめ、まあそこにパワーをやっぱり注ぎ込むことが大事だと思うので、まあそれをしっかりやっていけたらなと思ってます。やっぱりその結果は求められていると思います。まあだからその結果を出すために、しっかりみんなで考えて行動して、試合を迎えられればと思います。まあやっぱり勝つためのプレーができているかどうかっていうのはね、自分たちが判断することじゃなくて、やっぱり皆さん見てる人が、感じることだと思うので、やっぱりしっかりそれが伝わるように、まあ、最低限それはプレーをしたいと思ってます。まあシンプルにしていきたいなと思ってます。やっぱりチャンスがあるんだったらシュート打つとか、チャンスがあるんだったら走るし、クロス上げるし、やっぱり得点につながるプレーの回数を増やすっていうことを、まあ得点攻撃の部分ではやっていきたいなと思います。で、守備の部分ではやっぱりちょっとしたことで違うと思います。やっぱり隙を突かれないっていうこともそうですし、コース本当1センチ2センチシュートのコースに立つだけで違うでしょうし、クロスのコースでもそうでしょうし、まあ、それによって相手の選択肢がね、やっぱりゴールに向かわないようにするっていうことを少し修正したいなというふうに思ってます。いや、もう勝つためにやります。もうシンプルです。皆さん見てる人たちが本当に、まあ、夢感動元気を共有できる、アグレッシブに勝つためにアグレッシブにプレーしている姿を見せたいと思ってます。そうですね、まあ
勝ち点9かな、3、トップ6まで。まあ、難しくないと思います。まあ、結果を出す先にそれがあると思いますし、まあ、自分の考えとしてはやっぱり目の前の試合を勝つこと、まあ、その先にトップ6があると思いますし、まあ、そこが届かないところにあるわけでもないですし、やっぱり一つ一つ勝つことに全力を注いで、やっていきたいなというふうに思ってます。名前が中山元気なので、元気にやりたいなというふうに思ってます。